はい、どうもお疲れです。スーパーマリオ 3D ワールドやっていきたいと思います。さあ、ここ2つスター取れば、スターが240枚になって、キノコのあの、ロックの次のステージ、いけるんで、うん。キノコワールドのね、あの、ボス戦いけるんで、ここで2つね、スターを取ってクリアすることが今回の目的となります。カッコン。カッコン。お、これフラワーもらえそうやな。お、これ缶詰でいいんかだから。てか何してんのこれ。おい、むずすぎない？あかんかった。みっともないとかいうレベル超えてくんな、ほんま。猫来い、猫なしか。ほいほいほい、どうしようかな。頑張れ。あかんのか。やばいやばいやばい、どんくさすぎて。やばい、よし、いけたいけたいけた。1個目のスター取ってるんで、2、3個目のスターを探しに行く。さあ、1個目スターありましたね。あ、ここ懐かしいな。ルイージが粘ったところや、これ。サムネにしましたね、皆さん。懐かしい。よし、行こう。で、どっかにないかな。猫とかな、あ、なんか上あるな。あ、これ登れたらいいねんけど、どうやって登ろう。ん？あの、あれに登りたいねんけど。ほら、これトランポリン登りたいねんけど。猫あるんちゃうかな、ここに。フラウはのみ。あー、おった。これか。これでバネ獲得すんねや。うわー、無理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 。これ運ぶんかい。そんなんむずすぎや。これでここに行く権利が与えられんねや。うっ、孵化すんのかい。これで、これでほら、よし、いけた。よし、よし、ゲット。オッケー、でかい。で、あとミステリーバックスやな。ミステリーバックス。あ、あ、出た。あ、やばいやばい。おい、何してんねん。ほっ、オッケー、危ねえ。よし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 、あとクリアするだけや。わあ、時間がない言われてるよ。でも、もうガールやろ。行こう。あそこの、あれ怪しいか？ここなんか怪しいか？コインなだけか。スタンピングもちゃんと取ってるわ。よし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 。さあ、ここになんかいっぱいおるけど。早すみや、トランポリン。ほい。さあ、ミステリーバックスじゃなくて、あの、ワープブラックス。カッコン。あ、待て待て待て。トーン、ビヨーン、カッコン、ガルイン。シュ。さあ、240枚提出します。オープン戦です。オフ車行こう。あ、別にボス戦じゃないんか。後継回れです。さあ、後継回れ。あ、なんかやったことあるやつやん、これな。よいしょ。うん、面白そう。で、スター全部取ろう。基本的にこのゲームってスターがめっちゃ必要になってくるから。ん？何これ。あ、こうで。おーあんな普通の罠にかかるとは、単調な罠にかかった。驚きを隠せない。これ倒せる中で出るとか。うわー、倒されんのか。そっちじゃない、もう。うわー、でも1個目のスター見つけた。でも、よいしょ。あ、やばい、これ終わる。あぶねー。てか、これピーチじゃなかったら届かへんし。行こう。どこ次。あ、同じとこで上下するだけが。ほんでスターがあるんで、こうですね。ギリギリ、よし。ピーチの特殊能力でギリギリ耐えた。熱い。よし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 。で、2個目のスターが、たぬきちボンバー。あ、桃太郎おる。桃太郎おるな。なんか、どっかにスターあるの見せてくれるか。あ、あそこ緑に光ってんな。覚えておこう。桃太郎が教えてくれた。いって。よく考えろよ。
あのタイミング見なあかんわ。まだやで。あそこが浮上してきたタイミングで一気に行こう。ここもうだからビーチ、お前そこ飛べないんだったらさ、あらかじめ言ってほしいわ。俺無理ですって言ってよ。え、しかも中間ないねんけど。いつも俺そうやねんな。このゲームいつも中間ないことに対してめっちゃ怒るっていう。よし、こうこう。あ、横着したか。いや、タヌキ。あ、ダブル浮遊なんや。え、ほら、ダブル浮遊や、すげえ。二回飛べんねんけど。えげつな。直接行けるやん、これやったら。ダブル浮遊やで、これ。ほら。タヌキ強。え、タヌキピーチも最強やん。ほら、ここまで行けるやん、これ。え、奥行きわからんかった。あ、ごめんなさい。あ、行ってくれ。よし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 。うわ、でもタヌキ失ったら痛いな。サヌキうどん失ってんけど。サヌキ失った。早く早く早く、危ね。よし。あ、出た。行こう。サヌキ来い、サヌキ。よっしゃ、ハヌキ来た。これ、ハヌキで、どっかなんかグリーンに光っとったからな、さっき。うわー、サイドワインだ。忘れてたーっててんず。いや、でも分かってきたぞ、このコースのことが。分かり合えるようになってきた。あ、やべ、ここ行ったら絶対勢い足りん。結構このゲーム勢いって大切なんですよね。カコン。ほらね。で、サヌキ取ります。で、ハヌキ取って。おい、行ってー、サイドワインだ。あんなん普通食らったら角1やけどな、もう。よくそんな小さくなるだけで済むな。もう普通に体が真っ二つどころかぶっ刺さるよ、ほんま。なんか普通そのローラーに巻き込まれ、もうどけよ、これ。奥行きが分からんかった。いまだに分からへんっていうね。あ、サヌキ。あれ使ったらな、認められへんからな。うん。あれ使うやつはあかんわ、ほんま。ねえ。行こう。論外ですもん。やっぱり動画としてさ、皆さんに見せていくんですから、あの無敵を使う。でクリアするっていうのはもう論外なのかなと思います。さあ行こう。スター、あったあったあった、よし、カコーン、オッケー、ガチャです。いやー、これピーチじゃなかったら届かんくない、あれ。こんな青い人とかで絶対クリアできんよ。お、来た。お、ありがとう。ほい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 、ほい、カッコンです。ナイス。あー、フィージ強すぎる。何やねんその空中浮遊。さあ行きましょうか、次のコースです。ビリビリスイッチ走行、皆さんもご一緒に発音してください。走行、何これ。何これ、簡単すぎん。やった。なんか R ボタンのやつ使ったらかなり取れてんけど、しかも1個目。あ、これか。うわ、これなんか見たことある。これも全部これで提出しよう。届かへんのか。あ、ある程度の距離じゃないと届かへんのや。これでこうやってね、押していけるっていう。分かってきた分かってきた。なんか柵があったらあかんねや。で、別にジャンプせんでも踏んできゃいいね。2回踏んだらあかんねんな。あ、でもなんか勝手になんか変わってしまう。思ったより難しいかも。こうか。で、おっしゃい、オープン。皆さんご一緒に。オープン。さっきのサーカスに関してはもう一回発音させてもらっていいですか。皆さんもご一緒に。スイッチ？そうか。ぜひね、その、動画を見てる皆さんね、その、画面の前で発音してみてください。そのお母さんとかねおったら言ってみてください。うん、お子さんとかおったりね、友達、お父さん、誰かにねこの発音聞かせてやってください。その
うん、この人めっちゃ発音いいでって言って教えてあげてくださいよね。僕もできるよって言って発音したら多分喜ぶと思うんで、行こう行こう。英語の発音だけはもうバッチリなんで俺。もう一回行きますよ。スイッチソーク。さあ行こうか。さあこれをね、あ、これでいけるよ奥まで。これでもね、エイム力エイム力エイムゲーな敵だ。エイム力すげえすげえすげえ。てかスチューデントまだ取れてないよね。スチュー3つ目のスチュー取り忘れた説あんなこれ。俺かっこー取り忘れてるわ絶対これ。いやもしくはこれを全部起動させたらオープン戦。いや待て待て、ここに隠れてる可能性もある。この野球ボールで、あ、なんかあれほら、あ、これ投げるんちゃうか。そうこう、どうしようどうしよう、セミタコ行こうか。ありがとうよー。これ中間あったよな。なかった俺も泣くわ。さすがにごめんなさいね。これまさかやけどさ、最悪中間ない。うわーこれはもうどうしよう、謝罪せなあかんな、マジで。まあエイム練習にはなりますけどね。ああこういう感じか。あーいけるいける、やり方変わってきた。金網んとこは無理やけどさ、それ以外は結構これでいけるわ。このギリギリで、よしな、ここ一回、飛び越えれんねや。ちょっと待って、食らいたくないんで。ほい、ほい。ドロッパー。で、あと、これでいきます。あ、逆に面白いからいいか。このコースおもろいからさ、ミスったけど、もう一回楽しめると思っていただいてもいいですよ。うん。なんもなしか。行こう。プラスに捉えていこうや、起こった物事。よいしょ。いって。ほ。いや、基本的にね、俺思ったんですけど、嫌なこと起こったり、うまくいかないことってやっぱ人生あるんですけど、俺それでいいと思ってんのな。うん。なんか、人生って難しいからこの面白いんじゃないかなと思ってるんで、俺。それちょっと前思ったな。ちょっと難しい、お金がなかなか手に入らないとかもあるじゃないですか。そのなんか何かができないとか、それって できないから面白いんじゃないって。だから落ち込む必要ないねん。うん、それは落ち込むけど、なんかできなかったりしたら、できないからこそそれをやるってことに意味があるんじゃないですか。そういうことよ。全部な、元からお金がマックスあるとかやったらあかんやんか。面白くないというか。まあ、それはそれですごいことやねんけど。だから難しいからだって落ち込む必要はないなと思いましたね。ほっ。これどうやんのこれ。おい。おい。亀裂だけはあかんぞ、お前。あ、これ中間ないからさ。これビリビリ食らってさ。亀裂したらさ、もうだからさ。中間ないって言ってんねん、これやろ。もう俺あそこ生でゴールします。次切れたなあ、ほんまその切れ字の方とかにはほんまに申し訳ないけど切れた。ほんま俺怒るとき怒るからね。さすがにもうだってもうあ、このフラワー先使えばよかった。うー頭が悪い。次元、あ、ドラえもん。地頭が悪い。うん、地毛、完全に地毛です。もうこれは間違いなく、さっきフラワー使えよ。最悪や、絶対もうあれやん、動画見てる人さ、フラワー使えよって言ってたやん。やってもうたわ、ほんま。さあ、今度こそ、
今度こそ行きます。よし、今度こそ。よし、これ猫なら倒せるから。それだけ？じゃあ全然意味なかったよ。さあ次のカースいきたいと思います。テラスのびのびパックの沼かけ論です。沼かけ論カコン。さあこれはね、正直言って難しいなんて思ってもらっていいと思います。意味わからんすぎるけど、これさ、俺メタルマリオ、これが猫の姿なのか、知らんかった。さあこれ多分ファイヤーで灯すんやと思うよな。灯したら多分スターゲットとかじゃない？あ、違うんか。そういうわけじゃなくて明るなるよっていうこと？いや、全部灯したらスター出るとかありえると。ちょっとくしゃみでそうやけど押してくれて、よこい。オッケー、ないか、スター、この辺ないな。でパックン倒したらなんか出る可能性もあるしな。一応ちょっとその辺ケアレスミスでいきます。ケアしていきます。よし、なんやこれ、明らかに怪しげな。あー、フラワー取ったらあかん、これ取ったらあかん。ストックがフラワー、猫じゃなくなっちゃうんで。さあ行こう。あ、カインか。待って待って、これなんかここになんかない？あ、ないやん。あ、なんか出た。うわ、でも結構このコースのこと分かってきてるからな、俺も。実はこの上あったりとかないか。とりあえずこの灯火を灯すっていうのが大事だと思うんで。なにこれ、あ、なんか光ってんな、あそこ。なにあれ、うわ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 、はっ、さすがにそれはあれやろ、ひどいやろ、初見殺しやん、そんな無理や。え、中間ないねんけど、マジで言ってる、びっくりするわ。中間ないとかあるか、今のシーンで。どこまで行ったっけ？こうか。オッケーオッケーオッケー。これさ、猫で行った方がいいか？どうや？ここ叩いて、まあこれで、ここになんかありそうなんだな。ああ、そういうこと。で、あの、土管をどう抵抗するかやな。よし。この土管がもしかしたらスター？あ、生返り用か。あ、ってことはこの灯火するんや、これまた多分。あ、最悪、これでも灯火する権利がなくなった。ほっ、いや多分、あ、もうなんで奥行きわからへんかった。皆様、今俺が何が言いたいか分かりましたか？もう分かってくるはずや、この流れからして。今俺が何言いたかったか。中間がない。そう言いたかった俺は。やられた瞬間なあ、あ、その時やられてしまったぐらいの気持ちやけどさ、スタートに戻された瞬間切れそうなるよな。中間ないやんって言って。ほっ、ここともしたらスター出るとか言えるからな。なんか赤いファイヤーやねんけど、赤いファイヤー、ともし火いきます。でもそういうギミックじゃない気がするのな、これ明かり照らしてくるだけのような気がする。スターは生であるんじゃない？
でもなさすぎるな、スターが。あまりにもスターがないから、これ多分俺終わってんな。あ、ここまでファイヤー持ってきた人だけスター取れるってやつやろ、これ。最悪や。うわー、これごめんなさい。スター取れへんかったわ。なかなかみっともないことしたわ。すまねん。ってことはこれもうゴールなんじゃない？うわー、みっともないことしたな。ここもなんかあれかな、やっぱ火灯してたらなんかできた説あったな。ちょっとプレイングミスが乱れちましたが、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ねー。